共通部首、同じ部首をつけて別の漢字にする問題が全部で10問です。では始めましょう。第1問。次の漢字に共通してつく部首は何？正解はごんべんでした。第2問。次の漢字に共通してつく部首は何でしょう。正解は浮かんむりでした。第3問。共通してつく部首は何ですか？正解は小里編でした。第4問。共通してつく部首は何？正解は乃木編でした。第5問。共通してつく部首は何でしょう。正解は山いだれでした。
第6問。共通してつく部首は何でしょう。正解は底辺でした。第7問。共通してつく部首は何。正解は米編でした。第8問。共通してつく部首は何ですか。正解は草冠でした。第9問。共通してつく部首は何でしょう。正解は足編でした。第10問、最後の問題です。次の漢字に共通してつく部首は何。正解は、新名でした。